こんにちは、キヨです。今回は夏に向けてザラで買い物してきたので購入品の紹介をしたいと思います。引っ越しが4月にあって片付いたら絶対夏服買おうと決めててやっと買えたのでとっても嬉しいです。まずは息子、1歳の息子にこちらのライオンキングディズニー T シャツを買いました。めっちゃ可愛くないですか？この大きいライオンキングの子供の時の顔がたくさんついてる T シャツと大きく1個ついてる T シャツがあったんですけど、大きい方が好みだったので大きい方にしました。次は私が今着ているこの黒のショート丈のワンピースになります。オックスフォードショートワンピースっていう商品なんですけど、これ見た時にめっちゃ可愛いワンピースと思って買ったんですけど、着てみたら丈が結構短くって、私は身長158センチなんですけど、私の場合は何かズボンがピチッとしたものを履かないとちょっと厳しいかなっていう感じなんですけど、めっちゃ可愛くって、ここに絞りがあって自分でこう絞って高い位置に絞りがあるので足長効果を狙うのもありだし、これをこうダボーと着てダボダボな感じで着るのも可愛いかなと思います。私はちょっと足長効果で細く見えてほしいのでちょっと絞ってます。次はこちらのミュールです。めっちゃ可愛いです。ストライプリボンミュールという商品で、私は 23.5 なのでサイズを36というものを買いました。まだ履いてないんですけど、このヒール部分もすごい3センチぐらいしかないので、子供抱っこしたりしてても履けそうで、もうすぐさっとどっか行くのに使えるのにすごい可愛いので、もう即買いしました。次に購入したのはこちらのスリットベストになります。これはなんか私は最近すごいシンプルな T シャツとかがすごい多いんですけど、あまりカジュアルだなと思った時にちょっとこれを羽織るだけでちょっとちゃんとするというか、ちょっと切れ目になるので1枚羽織るように買いました。中がタンクトップや半袖でも着れそうだったので、ちょっと長めのベストでパンツとかに合わせたら綺麗かなと思って購入しました。次はシンプルな無地の T シャツなんですけど、こちらのリブ編み T シャツというのを3色購入しました。シンプルな無地なんですけど、このこちらの部分がリブ編みになっていて、T シャツって言ってるんですけど、こう T シャツ部分が別で違う布になってるんじゃなくって、ノースリーブが長くなったような感じなので切り返しがなくって、で肩のところからこの部分がちょっとかぶさるので二の腕の隠しにもすごくいいかなと思って買いました。ただここがとっても広く開いてるので中にキャミとか着ないとちょっと脇からブラジャーが見えるので、パッド付きキャミとかブラジャーの上にキャミとかチューブトップとかで着たいと思います。これは本当にシンプルなんでインにしてズボンに合わせたり、もうスカートでも何でも合うと思うので、この夏すごい着そうなアイテムです。でこちらは白と赤と
薄いピンクと黒があったんですけど、黒はもうすでにベストもこのワンピースも買っていたので、黒は買わずに白と赤と薄いピンクを購入しました。最後にこちらの小さいカバンを買ったんですけど、これは店舗で買ってネットで探したんですけど出てこなくて、もう売り切れたかもしれなくて名前が見つけれなかったんですけど、夏に使えそうなこちらの小さいカバンも買いました。子供がいきなり抱っこっていう時もまだ結構あるので、この斜め掛けができるっていうのがすごいいいなと思って購入しました。もうすぐそことか公園とか行く時にちょっとしたものを入れて使えそうなので、たくさん多分使えると思います。これが4990円の M サイズになります。